網戸がスムーズに動かない、動いても音が鳴る、最終的に網戸が動かなくなった。今回は網戸の開閉問題の解決法をプロが伝授いたします。他にも網戸の知っておきたい情報やコツもありますので、ぜひ最後までご覧ください。今回教えてくれるのは有限会社小田井サッシ工業の小田井さん。今日は網戸のトラブルの中でも、はい、スムーズに開閉できない問題について教えていただきたいんですが、はい、こう網戸が開けにくかったりとか、はい、閉めにくかったりする場合ってどのようなことが考えられますか？はい、考えられる原因としては3つほどあるんですけども、その1つとしてはレールが曲がっているという状態ですね。網戸レールは細いので衝撃に弱く、軽い衝撃の蓄積や強い衝撃を受けると網戸レールが曲がってしまう可能性があります。それが開閉のしにくさにつながってきます。大事に扱うように普段から心がける必要があるんですね。そうですね、子供さんや、はい、ペットがいるご家庭は特にですね。はい、2つ目の原因として考えられるのがこの戸車の破損が考えられます。戸車、はい、ローラーみたいなところですね。そうですね、プラスチック製が戸車は多いんです。そのために年月や使う頻度によって傷みが激しくなってきます。戸車が傷んだり破損することで網戸とレールが擦れ合い、それが音の鳴る原因に。この嫌な音ですね。ご近所の迷惑にもなるので、はい、すぐに対応したい部分ですよね。そうですね、3つ目の原因として考えられるのはビスが緩んでいる場合です。網戸には外れ止めの部分、戸車の部分にビスがあり、この4本のビスが緩んできて網戸を開け閉めしているうちに歪みが生じてきて、スムーズに開閉できなくなってしまいます。気づきにくい部分ですが、しっかりと調整してあげることが大切なんですね。はい、それが一番大切なことですね。網戸がスムーズに動かない問題、考えられる原因を教えてもらったところで、改善するために必要な道具についても教えてもらいます。ということで千葉県にあるカインズ幕張店にやってきました。それでは道具について教えてください。はい、レールが曲がった場合にはですね、プライヤー、これを用意していただいて、これで軽く曲げを直していただきます。2つ目の戸車の破損に対しての、直しの方法としては、新しい取り替え用の戸車を用意していただきます。それとドライバーが必要です。3つ目の外れ止めの調整に関しては、2つ目の戸車で用意しましたドライバーをお使いになっていただければ簡単に直ると思います。あ、それらが必要なんですね。はい、戸車はどうやって選んだらいいんでしょうか？戸車はですね、本当は純正品を使うのが一番よろしいんですけども、年代によって戸車が変わっているのでなかなか選びにくいんです。そのために汎用の戸車を買い求めになって、それを使っていただければいいと思います。いろいろありますが、はい、汎用品の戸車であればどれでも大丈夫なんですか？はい、まずはですね、ご自宅の網戸を見ていただいて、戸車がついている部分の内溝と深さを測っていただき、それに合う戸車、この戸車にも書いてある通り7ミリから11ミリとかありますので、この寸法を見ながら選んでいただければいいと思います。他にも網戸の開閉をスムーズにするシリコンスプレーや、レールに詰まったゴミなどを掃除するサッシブラシもあるといいそうですよ。必要な道具について教わったところで、網戸がスムーズに動かない時の改善策を教えてもらいます。それでは網戸を外しましょう。外れ止めの上の2つをネジを緩めて外してください。はい、下がりました。反対側もね。はい、下がりました。はい、下がりましたね。それでは外してもらいましょうか。わかりました。はい、じゃあ外に出た方が外しやすいですね。その方が やりやすいと思います。はい、ちょっと上に持ち上げて下から外す。外れました。はい、網戸が外れたらレールの曲がりを見ていきます。レールの曲がりを直していきましょう。はい、レールはフライヤーで軽く掴んで加減しし、曲がっている方向を直すように力を徐々に加えてください。はい、あまり力を加えすぎると逆に反対方向に曲がってしまったり、あるいはこのレールが
折れてしまうこともありますので、その点はちょっと注意しながらやっていただければいいと思います。あ、力の加減が大切なんですね。そうですね。レールに傷がつかないように紙などを挟んでやるといいそうですよ。ちょっとのアイディアでだいぶ変わりますね。はい、はい、続いて2つ目の戸車が破損していた場合の対処法を教えてもらいましょう。このビスをまず回してください。いい感じですかね。あ、取れた。そしたらこれをこっちですかね、先生。はい、わー、取れました。ではこの汎用戸車をはめ込んでいきましょう。この溝に沿って前の戸車と同じくらいの位置ではめ込んでいただいて、ガチッと音がするまで押し込んでください。はい、できました。戸車が破損していない場合は、下の方のビスを時計回りに回し、戸車の高さを調整することで改善できます。できました。はい、それではこのシリコンスプレーを吹きかけていきましょう。はい、はい、シリコンスプレーを吹きかけることで滑りが良くなり、騒音の解消にもなります。さらに開け閉めの負荷も軽減でき、故障の予防にもつながりますので、ぜひやってみてください。あのレールの方のシリコンをかける場合には、はい、サッシブラシで少し掃除をしてきれいにしてからかけてください。はい、それではまた網戸をはめ込んでみてください。はい、網戸の取り付けは上側をまず合わせてから下側をレールに乗せます。下の戸車をレールに合わせて調整したら、上の外れ止めにズレが出ないようにネジを回していきましょう。じゃあ最後の締めをしていただきましょうか。はい、やってみます。はい、上に上げて、まあ、指を押さえて、こう時計回りに締めるよ。あ、いい感じです。こちらも、うん、できました。はい、はい、これで完成ですね。わー、これで取り付けはすべて完了です。はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。今日は網戸のトラブル、スムーズに開閉できない問題について対応していきました。確認するポイントなど、今一度お家の網戸を確認してみるのもいいのかなと思います。その他にも隙間ができる問題や隙間から虫が入ってくる問題といった動画も随時配信していきますので、コメント欄、概要欄をチェックしてみてください。道具が必要な場合はぜひカインズをご活用ください。カインズではリフォームも行っております。やっぱりプロに頼みたいなと思った方は、まずは概要欄よりホームページをご覧ください。網戸の交換からフルリフォームまで全てカインズにお任せください。お電話、お店でもお待ちしています。カインズが近くにないよという方は、オンラインショップもありますので、合わせてご利用ください。少しでもお役に立てましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなど、お待ちしております。